横田先生、今日はもう1600人を超えました札幌も902人ということなんですけれどが、まあ、本当にあの全道に多い人数が広がっているのはよく分かりますね。うん そうですね確かにこのオミクロン株が持ち込まれたのはまあ、全土各地にを持ち込まれてそれぞれの地域で拡大したという様子が明らかになってきていますよねはい、えー。そしてこのところの状況を改めてグラフでご覧いただきますけれども今日が過去サイトの1644人、えー、これまでのいわゆる第四波第五波とはもう形が違いますつまり流行の仕方が明らかにこれ先生違うということですねそうですねこのオミクロン株の特徴として明らかになってきていることなんですが非常に気 急拡大をしますただ、海外の事例を見てみると収束する方もですも、ね、かなり急勾配になってきますので、はい、まあいかにです、ねえー、そのピークを低くするかというところが鍵になるかと思います、はいまあ、そのあたりが一人一人の行動にかかってくるということになってきますけれども今日も新たなクラスターが多数確認されています、えー、保育所、それからです、ねえー、老人ホームなどなどということこのクラスターも相当先生多くなってますよね。うん そうですねやはりあの多くの感染源がいろいろな場所に持ち込まれているような状況ですからその中でやっぱりリスクの拡大リスクの高いところでクラスターが次々起きているという状況です、はい、まだまだそれは少しの間続くかなというふうには思っています、はい、で特に気になるのは最近は保育所あるいは子ども園でのクラスターも増えているんですけれども年代別の感染状況を見ていきます、えー、前回北海道での流行でした5月第4波なんですけど20代以下まあだいたい3分の1ぐらいだったんですけど けれども昨日時点ではその20代以下が半数以上という若年層の広がりが先生ありますね、うん、そうですね実を言うとですね昨年もですね流行の始まりは若い層が非常に多かったんですねですから今これはあの流行の 前半の状態であるといいううふうに捉えていただい、いいいいてと思います、はい、ただ今後ですね高齢者であったりといったところ多彩な年代の方に広がってきますと、うん、今度は重症者であったりとか死亡者というのが増えてくる可能性というのがありますのでそこは気をつけていかないといいいけないと思っていますい、まあ、当然、全体の人数が増えればこういった高齢の方の人数も増えてきてしまうということになりますね。